昔、人類がこの世に生まれ出た時、宇宙から地球を見ることができたら、人は地球を地球とは呼ばず、階級と呼んだに違いない。それを知らずとも、人類は古来、海を母なる命の源として敬ってきた。しかし、資源の欠乏と人口の激増期を迎えた時、生存するための新しい生活圏として人類が目を向けたのも、その母なる海であった。人類は競って海洋都市アクアポリスを計画し建設していったが、その建設計画を強力に推進した一人の男がいた。その名をドクトル・ゼルバードという。私はそこに人類の未来をかけてきた。それが海洋都市の建設である。私はこの構想の仕上げとして各国の計画に対して全力を挙げて資金援助とその技術提供を惜しまないことをここにお約束しよう。ナミさん、びっくりするじゃないか。演説の途中で抜け出したりして何か気に障ることでもあったのかい？海を研究するのが目的だったのに、どうしてそれをやめて海洋都市建設に踏み出してしまったの？間違いだわ。いや、それしか人類の生き残る道はないんだ。ドクトル・ゼルバードの協力で僕たちも一歩前進するんだ。帰って喜ぶべきだよ。ヒロシさん、海は私たちだけのものじゃないわ。それなのに海を勝手に破壊しようとしている。せめてあなたたちだけでも海の未来を考えて海洋研究をしてほしかったのに。しかしナミさん、現在の人口問題はそれを許さないところまで来ているんだ。現実的な選択をするべきだよ。それが人類の未来のためなんだ。あの海には私たちの知らない世界があるのよ。たくさんの命があるわ。それをもっともっと調べてほしかった。母なる海から生まれたと人は言う。遠い昔から海を見たこともない大陸の奥地の人々でさえ母なる海を思い描き、母なる海に憧れたという。この海に命は生まれ、命は生き続けてきた。海が消えるとき、生きとし生けるもの、すべての命の火が消える。
しかしナミさん、現在の人口問題はそれを許さないところまで来てるんだ。現実的な選択をするべきだよ。それが人類の未来のためなんだ。あの海には私たちの知らない世界があるのよ。たくさんの生命があるわ。それをもっともっと調べてほしかった。これでたくさんの人々が飢え死にをせずに生き残ることができる。どうだい、これがその海洋都市の全容だ。うわ、これが完成した暁には約10万人が住むことになるんだ。どうです、この模型の出来栄え。ようでけとる。僕が作ったんです。あ、そうだ、設計図は彼女が担当したんだ。島岡奈美さん。はあ、美しい人だ。ここで働くようになってからずっと二人でコンビを組んで仕事をしているんです。いや、失礼しました。山森忠です。海野君と同じアパートでゴロゴロしている浪人です。よろしく。はあ、山森さん、ところで海洋都市の構想についてちゃんと理解していただけたんですか。いや、それはそれは海野君、いくら人間の生活の場を確保するためとはいえ、海を潰していくことにはわしは断じて許せんと言っただろう。海野君、君、生命の起源ということを考えたことがあるのかい。え、まあ生物学を引っ張り出すまでもなく、地球上の命あるものは母なる海から発生したというわけじゃ。まあ、それがやがて進化の途中で海に定着するものと陸へ移動していくものとに分かれていったというわけさ。要するに我々人間は陸へ移動した生命体なのさ。そんな豊かで神秘的な海をめちゃくちゃに。分かった分かったよ、山森さん。あれ、ところで島岡さんは。もう山森さんたら、せっかく山森さんの頭を洗脳しようと思ったのにやぶ蛇だったな。さてと、次はコンピュータールームでも案内しようかな。ひろしさん、ごめんなさいね。うわぁ、すごいな。これがコンピュータールームか。あれを見せよう。あ、あ、現在進行状況 80%、 80%、 埋め立て及び全区画の完成まであと2ヶ月、あと2ヶ月。はあ、ここは建設作業の管制センターになっているが、いずれ海洋都市の完成と同時にその全てを管理するコントロールセンターになる予定じゃよ。うん。はあ、ああ、しかし所長、わしはですね。山森さん、ここでは議論しない約束だったでしょ。でもこうして所長と話ができるなんてそうめったにないだろう。もうちょっと立ち入ってだね。さあ所長は忙しいんです。なあ、次行きましょうよ。おい、なんだよ、わしは所長と。いいから。あ、所長、またおかしな電波が発信されております。うん、また。はい、それが今までとは違いまして、電波の強さから察しますとかなり緊急を要する内容のようにも思われますが、何しろ周波が同調せず、残念ながら聞き取ることは不可能でした。分かった、発信源を探ってみてくれ。は、
所長、放っておきたまえ。多分私のプランに反対する者が何か企んでいるんだろう。そんなものを恐れていて大事業は成し遂げられん。しかし万一のことがあっては。よろしい、国際海洋警備隊の出動を要請しよう。作業はそのまま続行してくれたまえ。奴らがとうとう現れ始めたな。何をしようというのか。気持ちは何しろわしゃ山育ちだからな。小さな頃から海に憧れとった。北国の海と共に泣いたり笑ったりして育った僕には海を征服することが夢だった。それで海洋科学局へ勤めるようになったというわけか。うん。あれは国際海洋警備隊だ。警備隊？この仕事もきついな。話は分かりやすだ。よかった、やりやすいよ。わしそろそろ帰るよ。うん。あ、島岡さん、早くここから逃げて。早くして、ひろしさん。おお、なんだなんだ。海底都市現場で爆発だと。うわ、お気づきになりましたね。もうダメだ、溺れる。もう大丈夫。ここは海洋科学ビルの医務室ですよ。わしは助かったのか。そういえば足もちゃんとあるし、幽霊じゃないな。二人とも島岡さんによーくお礼を言うんですよ。男の子のくせにだらしないわ。女性に助けられたのよ。そうだった、僕が気を失いかけた時、ナミさんが。それにしてもあのおとなしそうな島岡さんがあの大事故の中で我々二人をね。Thank you.
だよ。しかし変だな、海野君。海洋都市だけすっぽりと。うん、探査局が調べるだろうから、そのうち原因ははっきりするよ。僕ちょっと管制室へ行ってきます。そう、島岡さんによろしくな。わしはアパートに帰ってるよ。それじゃ全滅じゃないか。弱ったな。あ、海野君、大丈夫か。ご心配かけて申し訳ありませんでした。他に怪我人は？まあちょうど休憩時間中だったから、不幸中の幸いで 4,5 人の人がかすり傷した程度だったんだが。あ、ちょうどいい。君にちょっと聞きたいことがあるんだがね。は？うん、実は島岡君のことだが、普段と変わった様子はなかったかね。所長、それはどういう意味ですか？うん、うん、実はこうなんです。あ、映して。何ですか、あれは。ここで海洋都市計画が始まってから今日まで、誰かがどこかへ作業の進行状況を通信していた者がいるんです。え？その発信源をまとめるとこうなんです。それがナミさんと何か？内部で調査を行ったところ、これらがほとんど彼女の行動半径内に入っているんだよ。まさかそんなこと。変な推理はやめてください。もちろん詳しいことは探査局が調べているが、なんか事件の手がかりにならないかと思ってね。それでナミさんは何て言ってるんですか？それが君たちを医務室へ送り届けた後、姿を消してしまってね、連絡はつかんのだよ。かいな。お、島岡さん。いや、先ほどはどうもありがとうございました。おかげで命拾いいたしました。あ、ね、海野はまだ帰ってませんよ。あれ、一緒じゃなかったんですか？しょうがねえな。どこほっつき歩いてるんだろう。ナミさん、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 ナミさん。帰ってきたか？あ？おい！山盛さん、今日はそっとしといてくださいよ。いや、これを。ナミさんが何をしたって言うんだ。そりゃ確かに海の研究から海洋都市建設に方向転換した時にはだいぶショックを受け反対もしたよ。しかしそれだからって。そう思うでしょ、山森さん。おいおい、海野、わしにはさっぱりわからんよ。もうちょっと詳しく話してくれよ。ナミさんに疑いがかかっているんだよ。海洋都市爆破の容疑者だってさ。そんなナミさんもナミさんだよ。こんな大事な時に全くどこ行っちゃったんだろうな。あ、海野、実はこれ、さっき島岡さんが訪ねてきて。え？いつ？
いつ来たんだ。いや、その引き止めたんだが慌てて帰ってしもたんよ。くそ、山森さん、あんたどうしてそう気が利かないんですか。そんなこと言ったって君。そういうことだから5年も6年も浪人するんですよ。こんなに気を使って少しは自分のことでも心配しろって言うんだ。あ、それ手紙じゃないか。うん。さようならひろしさん。え、さようならひろしさん、優しかったあなたのことは忘れません。ひろしさんと一緒に仕事をした毎日がどんなに楽しかったことか。私は雪の降るふるさとへ帰ります。もうお会いすることはないでしょう。どうか雪が降るのを見たら時々私のことを思い出してください。島岡さん、田舎へ帰ったのか。雪国には別品さんが多いからな。彼女もそのうちの一人だったっちゅうわけか。そんなバカな。あ、奈美さんのふるさとは九州の指宿だよ。それがなぜ雪の降るふるさとへ帰るんだ。おかしいと思わないかい、山森さん。指宿？指宿といえば日本のハワイと言われるくらい暖かいところだぜ。おかしいな。そらおかしいぞ。おいおい、どうするんだ。今から追いかけても遅いぞ。それもこれもあんたの責任だぞ。引き止めといてくれりゃこんなことには。まあ待て、海野、彼女はあの事件が起きる直前に俺たちを呼びに来たな。あれどうしてだ。え、もしかしたら彼女、事件が起きることを知っていたんじゃ。それじゃ山森さんは奈美さんがあの事件の犯人とでも。ああ、なんだあんたたち。海野博士君だね。探査局まで一緒に来ていただきたい。え、なんだって。おい、連れてけ。あ、なっ、あ、お、話せ、話せよ。僕が何したって言うんだよ。ああ、放て。おい、なんで海野を引っ張っていくんだよ。おい、お前には関係ない。僕がどうして海洋都市の沈没破壊工作をしたって言うんですか。実は破壊に使われた装置の破片が発見されてね。え、ああ、それも海洋都市を支える土台の部分を正確に知った上で、その部分から外向きに破壊弾を仕掛け、都市の下部の構造物を周りへ吹き飛ばして一気に沈没させたんだ。何を言ってるんだ。僕がそんなことを。あれをやるには土台とその上部に予定される海洋都市の精密な図面が必要なんだ。つまりそれを見た者は私と模型を作った君、そして正確に言うと設計担当の島岡君が一番よく知っていることになる。奈美さんが外部へ情報が漏れる可能性としては設計図を担当した彼女が一番だ。海野君、島岡奈美はどこにいるのかね。さようならひろしさん、私は雪の降るふるさとへ帰ります。雪の降るふるさとへ。海野君、彼女はどこにいるんだね。あれ以来雪をくらませとるんだ。君なら彼女の居所を知ってるだろう。知りません。知らん。海野君、あれだけ親しかったんだ、何か心当たりはないかね。
これは単にドクトル・ゼルバードの問題でもない。世界の海洋都市計画に関わる重大なことなんだ。もし立ち寄りそうなとこでもあるなら。所長、それじゃまるで僕とナミさんが爆破を。冗談じゃありませんよ。あ、いや、あ、すまない、悪かった。所長、すまんが、海野君をわしに預からせてくれんか。ま、いいでしょう。さあ、海野君。部長、海野博士をマークしておけ。はっ。いや、びっくりさせてすまなかったね。いえ。しかし、島岡君には不利な材料が揃いすぎた。ここへ届けてあった本籍出身地も全部嘘だったんだよ。え？どうしてそんなことをしていたのか。事件との関わりでますます心象を悪くしておる。所長。申し訳ありませんが、少しの間休暇をいただきたいんですが。いろいろあったからね。気持ちを整理して出直してくれたまえ。下岡君のことはそのうちはっきりするだろう。はい、それじゃ。あなたのことは忘れません。ひろしさんと一緒に仕事をしたことがどんなに楽しかったことか。私は雪の降るふるさとへ帰ります。もうお会いすることはないでしょう。どうか雪が降るのを見たら時々私のことを思い出してください。雪の降るふるさと、南国の指宿にどうして雪が。奴らめ、とうとう挑戦してきおったな。ドクトル・ゼルバード、調査報告には目を通していただけましたかな。今までこんな事故はなかったのに。まったく残念だ。構わんよ、大木君。工事を再開したまえ。え？そうだ、工事を再開するのだ。一日も早く海洋都市の完成を目指すのだ。まあね、早速取り掛かろう。ドクトル・ゼルバード、ドクトル・ゼルバード、コントロールルームへおいでください。我は母なる海を司る者、イザナミ。とうとう現れたか、化け物め。地上を支配するおごり高ぶった陸の民よ、心して聞くがよ。我らは母なる海を汚すことを許さん。生命の源たる海を犯すことを許さん。直ちにやめよ、陸上の愚かな民よ。もしこの警告を無視するならば、さらに我らの制裁を受けるであろう。我は
母なる海を司る者、我らは戦う。海の民の未来をかけて、海は我らのもの、未来永劫に。ドクター、私は一歩も引かんぞ。海洋都市の建設は人類の未来をかけた悲願なのだ。奴らが戦うとあれば受けて立つ。何？世界各国でも海洋都市の爆破事故だと？はい、現在までに入った報告によりますと、フランス、オーストリア、カナダ。これは一体どうしたことだ。こんな事態の中でもやはり工事は再開するんですか？ドクトル・ゼルバードから計画中止の指示は来ていない。所長、それじゃまるで僕とナミさんが爆破を。そうだ、工事は再開するのだ。一日も早く海洋都市の完成を目指すのだ。海野くん、西鹿児島、西鹿児島。どうも。おい、タクシー、タクシー。ごめんください。海洋都市爆発崩壊のニュースはとりあえずこの辺にいたしますね。今晩ごめんください。こんにちは、僕海野博士と言います。こちら島岡奈美さんのお宅でしょうか？はい。あの、奈美さんと同じところで働いているものですが、奈美さんは？いや、あの、ここしばらくは帰っておりませんが。え？帰っていない？はあ、あの、何かあの子が。実は昨日こちらへ帰るという手紙をいただいたもんで。ああ、そうですか。あ、まあ、ちょっとお上がりください。おじいさんもおりますので。はあ。ですか。それでナミはその事件と関わりでも？いえ、それは。しかしその日から姿を見せていないんで疑いがかかっているんです。そうですか。どこへ行ってしまったんでしょうね。行くところといったらここしかね。あの、つかぬことを伺いますが、この指宿に雪は降るんでしょうか？雪？ナミさんの手紙に雪の降るふるさとへと書いてあったんで。おじいさん、あの子まさか。ナミ。
なまんだ、なまんだ、なまんだ、なまんだ。ナミ。あの、何か。あの子は、あの子はもしかしたら海へ帰ったのかもしれねえってことじゃ。え？海へ？ご先祖様、どうか波を返してくだされますように。なまんだ、なまんだ、なまんだ、なまんだ。昔からこの辺にこんな言い伝えがあるんじゃ。雨の降る夜、そうみんなが寝静まった頃じゃ。海で死んだ人が一人二人と亡霊となって砂浜へ上がってくるっていうんじゃ。時々赤ん坊をそっと砂浜へ置いて帰っていくと言われてますのじゃ。言い伝えでしょうかの。でもあの子も雨の降る日に浜辺で泣いておりましたので、わしは誰か困った人が切羽詰まって捨てて行きなさったのだろうと思うて、ちょうど私たちに子供がなかったので海の授かり物じゃと思うて連れて帰りましたんじゃ。それで奈美と名付けた。いい子じゃったあの子は。おじいさん。あ、ナミさんを拾われた海岸を教えてくださいませんか。うん。海から来たなんて、それじゃこの海の中に雪が降るっていうのか。そんなバカな。でもナミさんはどうしてそんなことを。消したりして。ごめんなさい、ひろしさん。本部へ、本部へ。島岡奈美を発見しました。場所は指宿のブロック B です。あれからどんなことが起こっているか知ってるのかい。君があの海洋都市爆破事件の犯人のように言われているんだよ。奈美さん、どうして何も言わないんだ。それでもいいのか。ひろしさん、私を許して。ナミさん、私がやったんです。え、嘘だ、嘘だ、嘘だ。
どうして、どうして、どうしてそんなことする必要があるんだ。ヒロシさんには分からないわ。ない道でも歩けば近づく暗い夜空もやがては朝焼け京都夕日が悲しく終わっても明日はあなたに会えるかもしれない。あなたの瞳は夢見た海の色、誰一人知らない二人だけの国を探し続けた時、ナミさん、帰ってくれ。そして言いたいことがあったら何でも言ってくれ。そうじゃないと。もう遅いわ。さようなら、ヒロシさん。ナミさん、待って、ナミさん。どこへ行くんだ、ナミさん。許して、ヒロシさん。私はふるさとへ。そこはどこなんだよ、ナミさん。雪の降るふるさとって一体どこなんだ。指宿のどこに雪が降るんだよ。はっきり言ってくれ、ナミさん。島岡ナミ、完全に包囲されている。おとなしく降伏しなさい。海洋都市爆破事件の証拠は十分揃っている。おとなしく出てきなさい。しまった、後をつけられていたんだ。海野博士君、島岡奈美を出しなさい。さもなくば君も共犯者として逮捕する。くそ、博士さん、もう私のことは放っておいて、迷惑がかかるわ。何を言うんだ、奈美さん。島岡奈美、海野博士、もう諦めろ、抵抗は無駄だ。あなたが私のことを心配してくださったことだけで満足よ、ナミさん。さようなら、ヒロシさん。ナミさん、戻るんだ、戻るんだ。待て、島岡ナミ、止まらんと撃つぞ。ナミさん、それ、追いかけろ。はっ。邪魔するな。待て、島岡奈美。
ナミさんが、ナミさんが海の中へ。世界各国で海洋都市爆破沈没事件が引き続いている中で、今日未明、イギリスの海洋都市も何者かによって爆破されました。これら一連の事件について、一部では海底人類の仕業ではないかというショッキングな情報も流れ、海に住む人類、まさかナミさん。度重なるこれらの事故はあくまでも偶然に起きたものではない。これは完全に我々人類に対する攻撃だ。我々人類に対すると申しますと、それでは所長は我々の他にも人類と呼べる生命体がいるとでも。いや、わからないが。それよりも我々は海洋研究という本来の仕事に戻るべきなのかもしれない。海洋都市の建設はそれからでも遅くないはずだ。所長、ドクトル・ゼルバードが海底への攻撃を始めました。なんだって、海底へ攻撃？耐えるな諸君、いつかはこんなこともあろうかと思って戦う用意はしてきた。海の民といってもたかが知れたものだ。そんなものの抵抗にくじけてはならない。我がグループ諸君、向こうから挑戦してきたのだ。受けて立とうではないか。我々もまた人類の未来をかけて絶対に負けてはならない。しかし、ドクトル・ゼルバード。やめてください。海への攻撃はやめてください。ナミさんが、ナミさんが。ドクトル・ゼルバード、海への攻撃は絶対やめてください。海野君。ドクトル・ゼルバード。落ち着け、海野君。所長、ナミさんは海の中にいるんですよ。すぐにゼルバードへ連絡して攻撃をやめさせてください。お願いします。海野君、どうしたんだい。海野君、海野君。
離してください。海野君、落ち着いて。離せったら。さあ、来るんだ。だいぶ興奮しているようだ。とりあえず弓室へ連れて行きましょう。離してください。所長、ナミさんは海底にいるんです。ゼルバードに連絡してください。所長、攻撃をやめさせてください。お願いします、所長。まさか島岡君は。離せ、離せよこいつも。こんなことしてるうちにナミさんが、ナミさんが、ナミさん、ナミさん。医務室で無理やり精神安定剤を注射され気絶している間にここに運ばれたわけか。ナミさん、君たちは。一体どこだ。誰だ。気がついたようだな、海野。はあ、お前は指宿の海岸以来だな。ナミさんは、ナミさんはどこだ。ま、忠告しておくが、ここから逃げ出そうなんて考えない方がいいよ。何しろここは1万2千メートルの海の底だからな。なんだって。あれは雪が、か
海底に雪が降っているなんて。マリンスノーさん。マリンスノー。我々のふるさとには何千年、いや何万年も昔からこのように雪が降り続けているのさ。え？私は雪の降るふるさとへ帰ります。まさか。そんなはずはない。ナミさんのふるさとが海底だなんて。あれは沈没した船さ。水圧のバランスが取れてそこまで沈まずにいるのさ。もういいだろう。海底見物はこれくらいにして、そろそろ女王がお見えになる頃だ。女王だって？この海の全てを司る偉大な女王、我々海の民を治める女王イザナミだ。いい加減なこと言うな。それよりもナミさんをどこへ隠した？ナミさんに会わせろ。信じられないのも仕方がない。君は何にも知らないんだからな。いいか、彼女は陸の民の海洋侵略を阻止するために人間社会へ送り込まれていた我々海の民の工作員だったんだ。何？貴様！何をする？やめろ！いい加減なことばっかり言って僕を地上に帰せ！俺と戦って俺に勝てると思ってるのか。おやめなさい。海野ひろし、あなたですね。はい。長い間私の娘の友達として優しくしてくれました。礼を言います。あなたがナミさんの？そうです。だったら一言言いたいことがあります。お礼を言うなら僕なんかよりあの老夫婦に言うべきだ。あの人たちは自分の子供のようにナミさんを育てたんだ。それを今どんなに悲しんでいるかあなたには分からないだろう。何だ、無礼だぞ。な、何するんだ。おやめなさい、ゼーナ。あなたの言い名付けを長い間守ってくれたのです。乱暴してはいけません。え、ナミさんの言い名付けだって。生まれる前からそうなっている。我々の宿命だ。追なしで。行、作戦の指揮を取ります。何事ですか？私たち海の民の戦士たちが陸上の人間の侵略を阻止するために戦っているのです。え？信じられない。海にも人間がいたなんて。ナミもその戦士たちの一人として戦っているのです。ナミさんも？あなたにもっともっと海の民のことを知ってもらいたい。それがナミの願いなのです。
どうした？海底からガニメデへの発信電波をキャッチしました。何だと？救援を求めているようです。お聞きください。ガニメデの同志よ、生きているものがあったら聞いてくれ。我々は今攻撃を受けて、かつてない生存の危機を迎えている。ガニメデの同志よ、我々はどうしよう。そうだったのか。発信源は？Cポイント A102。 日本海溝か。本艦は直ちに発進、両舷全速。戦闘爆撃機発艦準備。国際海洋警備隊へ出動を要請しろ。邪魔者は葬り去ってくれるわ。宮殿の場所を発見したらしいわ、ゼーナ。ひるむなよ、戦士たちよ。ここを失ったら我々の未来はなくなるのだ。ために戦力を蓄えていたんだ。恐ろしい男だわ、ゼルバードは。ナミ、最後まで戦い抜くんだ。それしか我々の生きる道はない。女王、ゼルバードがとうとうここを突き止めたようです。それでガニメデからは何か？ああ、それが未だに。そうか、下がってよろしい。はあ。なぜこんなことになる前に話し合わなかったんですか？それは陸の民が私たちの存在を認めようとしないばかりか、私たちの生存権である海を破壊してしまったからです。それは分かっております。海の、かつて海から生まれた生命は陸へ向かうものと海に残るものに分かれました。海に残った生命は進化も早く、ここに偉大な文明を築いていきました。でも陸に上がった人類の進化は非常にゆったりとしたもので、これ以上私たちの文明が膨れ上がったら彼らを圧迫してしまうと考えたのです。そこで私たちの祖先は陸生人間の進化を妨げないように新たな星を見つけて移住していったのです。それが木星の衛星ガニメデ。
ガニメデ。そうです、そこはまだ暖かな海でした。しかし間もなく木星は冷え、ガニメデの海も厚い氷に閉ざされてしまいました。もう長い間通信さえ途絶えています。あれから彼らはどうしているのか。しかしその時、母なるふるさとのこの海を捨てられずに残った私たちの祖先は、この海でひっそりと平和に暮らす決心をしたのです。そしてその意志は今日まで。そうですか、元はといえば僕たち地上の人間の進化を妨げまいとしてくれたのがあなたたちの。そうです、すっかり進化を遂げた陸上の人類は階級と呼んでもいいほど、海の多いこの星を地球と呼ぶ、私たちの存在を忘れてしまったのです。私たちは次第に生活範囲を限られていくのを耐えてきました。お互いに平和に生存するために。しかし地上の人間はそれをいいことにして。女王、私たちは一握りの存在です。しかしこうして海で生きているのです。女王、ナミさんの言ってたことが分かりました。地上のみんなに伝えます。すぐに戦いをやめるように伝えます。でもその前に、その前にナミさんに一目合わせてください。残念だが、それはなぜです。どうしてですか。あなたは私たち海の民のすべてをその目で見届けるのです。しかし女王、そのためにあなたをここに連れてきたのです。ドクトル・ゼルバード。よう、これはようこそ、沖博士。あなたは前から海の民の存在を知っていたんですか。どうしたんだね、沖君。それぐらいのことを知らないで莫大な資金を投入してきたと思っているのかね。ドクトル、やめていただきたい。今すぐに戦いを。沖君、何を怯えているのだ。この戦いに敗れてしまったら我々人類の未来は閉ざされてしまうのだよ。しかし、海を制する者が世界を制する。私は人類の未来にドクトル・ゼルバードの名を刻み込みたい。
しかしそれでは海の民の生存権は今となっては遅い。もうどちらかが生き残るかだ。そうじゃないのかね。彼らは彼らの未来をかけて挑戦してきた。我々は人類の未来をかけて戦っている。それだけのことだよ。いや、すべて我々が海の民の存在を知らなかったことから始まったのだ。もしもっと前にそれに気づいていたら。もう遅い。間もなく結論が出るのだ。ドクター、もう一度話し合おう。大木君、ただしこの結末をつけてからだ。私は海を支配し人類の未来を握る。状況は？はい、味方にだいぶ犠牲者が出た模様です。お待ちなさい。あなたは陸上の人間。そのまま飛び出したら水圧で体が潰されてしまいますよ。ナミさん、君はひとまず宮殿へ帰る。いいえ、最後まで戦います。ナミ、私はイザナミの娘として務めを果たします。このゼルバード艦を倒すまでは。待て、ナミ、その前に一目会ってくるんだ。海のヒロシを宮殿に連れてきた。ヒロシさん、発射！ナミ！ヒロシさん！ナミさん！君に会って謝りたかった。どうしてもっと早く君たちのことを。もういいの。ナミさん、僕はこれから地上へ戻って一刻も早く戦いをやめさせるよ。待って、今出てったら死ぬわ。行かないで。近づいてきたようだわ。海野、ナミを頼んだぞ。ゼーナ、お待ちなさい。ゼーナ、女王、ガニメデから呼びかけています。ガニメデから。遥かなる我が同胞よ、私たちは待っている。何千年何万年、私たちは待ち続けている。私たちは手を貸すことができない。同胞よ、自らの手で地球の重力の底からここへ来るのだ。私たちは待っている。いつまでも。女王、
遅い。何を言うんですか。一刻も早く脱出するんです。地上の人たちの中にも海のあなたたちの存在を認め理解する人だってたくさんいます。きっといつかは地球上にあなたたちを迎える時がやってきますよ。僕だってそれを願っているんです、女王。ありがとう、海。民は全滅してしまうわ。攻撃を少しでも食い止めなくては。ナミさんにはゼーナの気持ちがわからないのか。ヒイナ漬けの君を僕に預けていったのは何のためだと思うんだ。あれは僕にナミさんを無事に脱出させてやってくれということなんだよ。ヒロシさん、君は女王とカニメで生き、いつかもう一度この地球へ戻ってくるべきだよ。地上へ戻って、そして一人でも多くの人たちに君たち海の民のことを伝える。ゼイナにはゼイナの、ナミさんにはナミさんの、そして僕にもだ。みんな地上と海の中の人間の未来のためにそれぞれの使命があるはずじゃないか、ナミさん。我が同胞よ、苦難を乗り越えてガニメデへ行け。地球の海だけが海ではない。ガニメデの氷の下にも海がある。海の民の未来に希望を持って旅立ちなさい。私のものだ。人類の未来をこの手に握った。ああ
ドル・ゼルバード。誰だ貴様。お元気で。君も。今さら何を言うのだ。もう戦いは終わったのだ。いや、まだ終わっていない。お前は間違っていた。そして俺たちも間違っていた。お互いに話し合うべきだったのに戦いを始めてしまった。ドクトル・ゼルバード、陸の民と海の民の責任を取って二人で死のう。故郷があるならば。
雪だ。海底に雪が降る。さようなら、ひろしさん。私は雪の降るふるさとへ帰ります。どうか雪の降るのを見たら時々私のことを思い出してください。ナミさん、さようなら。海の底に降る雪を人はマリンスノーと呼ぶ。それはプランクトンの亡骸が海の底へ降りてゆく姿。降りしきるその雪は遠い海の表から何千年何万年もかかって海底に届き積もってゆく。マリンスノーを見た者はなぜか皆心の中に滅びていった海の民の歌声を聞くという。雪の降るふるさとへ消えていった海の民の悲しい歌。その歌は船乗りたちが昔から静かな海の上で聞いた歌、人魚の歌と船乗りたちは言い伝えてきた。海に今日もマリンスノーが降る。その雪の下に命のふるさとがある。明日はあなたに会えるかもしれない。あなたの¡Gracias!